はい、どうも、こんにちは。イケケンチャンネルです。はい、今回もイケケンの楽天モバイル、楽天アリミット情報をお伝えしてまいります。はい、今日撮ってるのが11月10日夜7時過ぎです。はい。で、今回は楽天モバイルの、ちょっと動きがありましたんで、その情報をいきたいと思いますが、ここの、楽天のサイトからこういうところを見るんじゃなくて、楽天モバイルのこのサイトから一番下の方行きますと、ここに、会社概要ってあります。で、ここを行って、で、楽天モバイルのね、企業情報とかお知らせとか採用情報とか、こういうの書いてあるんですけど、そこでね、このお知らせっていうところがあるんですけど、ここにですね、この報道機関へのお知らせってありまして、今日の日付ね、2020年11月10日なんですけど、ここ、楽天モバイル、アクオスセンス4ライト、アクオスセンス4プラス、OPPO A73 を発売ということで、これありますんで、ちょっとね、見てみたいと思います。これね、以前の楽天の、ちょっと前に僕、ライブしてましたけど、プレスカンファレンスありましたね。その時に発表されてたやつが、正式にここで出てきました。で、ちょっと読んでみますね。2020年の11月10日ですけど、楽天モバイル、アクオスセンス4ライト、アクオスセンス4プラス、OPPO A73 を発売ということで、新製品の発売を記念して、アクオスセンス4ライトを購入した方から抽選で3000名に、楽天ポイント2000ポイント還元。あ、そうなんだ。そうなんですか。はい。ちょっと僕これ読んでないんで、全部読んでいきますが、すいません。よろしくお願いしますね。で、これちょっと読んでいきますけど、楽天モバイル株式会社は、楽天モバイル限定モデルの、アクオスセンス4ライトを、これ、2020年11月12日木曜より発売します。今日10日だから、あさってから発売ですね。そして、また、アクオスセンス4プラスを2020年11月下旬以降。下旬以降だからちょっとまだわかんないですね。そして、OPPO A73 を、2020年12月1日より、いずれもオンライン及び楽天モバイルショップにて順次発売しますと。アクオスセンス4ライトと OPPO A73 は、デュアル SIM 対応製品となり、eSIM に対応しています。あ、そうなんだ。逆に言うと、アクオスセンスプラスは対応してないんですね。で、またこの度、新たに発売する3製品はすべて SIM ロックフリー製品ですと。であり、通信契約を伴わない製品単体でもご購入いただけますと。これいいですね。YouTube やってる人は、動画のネタに、製品単体でも購入できますんで。はい。で、楽天モバイルは新製品の発売を記念して、アクオスセンス、4ライトをご購入の上、キャンペーンにエントリーした方から抽選で3000名を対象に楽天ポイントを2000ポイント還元しますと。実質的な2000円値引きみたいなもんですね。はい。で、またこの度、新たに発売する3製品について、お買い物パンダがデザインされたケースなどを含め、各製品専用のアクセサリーを、これは、2020年11月11日、12日ね、木曜日以降、楽天モバイル公式サイト、楽天モバイルスマホ専門店、および楽天モバイルショップにて、順次発売します。とのことですね。はい。で、出ていますと。そしてですね、これは左側からですね、アクオスセンス4ライト、アクオスセンス4プラス、で、OPPO A73 ですね。はい。で、ちょっとこれ全部読んでいきますね。長いけど全部読んでいきますね。製品概要としては、アクオスセンス4ライトは、これは新イグゾーディスプレイと大容量の 4570mAh バッテリーにより、1週間電池残量を気にせず使用できます。マジか。確かね、アクオスセンス3も1週間電池持ちなんとかってね、そういう謳い文句だったような気します。そして、スナップドラゴン 720G を採用し、アクオスセンス3ライトと比べて CPU 性能を約2.2倍、GPU 性能4.2倍に向上させることで、アプリの素早い起動など快適な使い心地を実現しましたと。で、また、アクオス独自の指紋センサーの長押しにより、
決済アプリをすぐに起動できますと。できる、その日常のお買い物に便利なペイトリガーを搭載しています。これ、新しいかもしれないね。で、あと、なお本製品は楽天モバイル、本製品は楽天モバイル限定モデルのデュアルシム対応製品で、eSIM に対応していますということで。ああ、なるほど。eSIM 対応のデュアルシムは楽天モバイル1000倍ってことですかね。はい。で、発売日が、あさって11月12日木曜日の午前9時から、全国の楽天モバイルショップで、購入できます。はい。で、価格は税込みで 32,800 円ですね。で、製品紹介ページちょっと見てみます。これ楽天のサイトに製品の紹介ページ出てますね。ラクオスセンス4ライト。多分このネットでも購入できると思うんですけどね。一応分割払いもあります。一括払い税抜きで 29,819 円です。色はね、これはなんていうの？色はね、なんつうんだろうこれ。カッパーっていうか、ゴールドっていうか、そういうような色と、これはなんだろう、グレーっていうか、シルバーっていうか、とブラックですね。はい。はい。で、ちょっとね、先ほどもありましたけど、抽選で3000名に2000円相当のポイントプレゼントね、これもあるので、ちょっとね、お得かなというのがあります。で、まあ、製品だけ購入して、もう購入もできるんだけど、プランセット購入の時は今、ちょうど施策やってますんで、まあ、楽天リンク利用した後にね、認証させると、最大8000円相当のポイントプレゼントされますんでね、そういうところお得かなというふうに思います。はい。で、特徴が、1週間安心の電池持ちね、4570mAh。これ多分、アコースセンス3からもまた増えてますね。4000mAh だっけな、アコースセンス3ってね。僕、持ってますけどね。ちょうどここに、あ、今なかったわ。なかった。アコースセンス2と3と使ってますけどね。どちらも電池持ちいいけど、やっぱアコースセンス3は、筐体サイズちっちゃいのに、まあ、4000mAh、のバッテリー入ってて、まあ、結構電池持ちいいですね。はい。多分、イグゾー液晶だからっていうのもあると思います。はい。で、それから、まあ、1週間安心の電池持ちと。ね、そうですね。それからですね、サクサク快適に使える高性能 CPU のスナップドラゴン 720G が出て、これが内包されまして、処理性能 2.2 倍向上ですね。で、ストレージのに UFS 規格採用することで、データの読み込み速度も 2.4 倍向上ということで、まあ、アプリの素早い起動やストレスフリーの使い心地で快適に使えますと。これいいですね。で、スナップドラゴン 720G っていうのは、多機種なんだけど、他社の機種だけど、まあ、みんないいよっていうね、僕もいいよって言ってる、Xiaomi の Redmi Note 9S と同じ CPU なんで、まあ正直間違いないかなと。当たり外れがないというよりも、70シリーズなんだけど、最新で、まあ、ゲームにも強いね。G ってついてるから、ゲームにも強いね。SOC になってますけど、うん、まあ、それだけでも、多分この機種サクサク動くんだろうな、まあ、わかりますね。はい。あとは、これは、まあ、いろいろ OS アップデート対応とかね、カメラとかのこととか、あと、それから、これはね、防水防塵に対衝撃、そしてフェリカ、生体認証、eSIM といった、まあ、充実の基本機能も対応しているということで、まあ、こんな感じですね。で、あと、スペックなんですけど、あ、ライトカッパーか。やっぱカッパーだな。それとシルバーとブラックですね。で、サイズがね、幅71ミリだな。ちょっと持ちやすくなっています。重量は、まあ、そこそこありますね。176ミリ。まあ、でも、176グラムだから、まあ、そんな重くもないかなと思います。ディスプレイは 5.8 インチ、ですね。まあ、iPhone 12 mini よりちょっと大きいかなぐらいですね。12 mini と無印の、まあ、ちょうど間ぐらい。解像度フル HD プラス。連続待ち受け1020時間。連続通話63時間。すごいですね。
うん、で、CPU はスナップドラゴン 720G と。で、Android 10。で、メモリ4ギガ、ストレージ 64GB ですね。ここはちょっとやっぱミドルスペックかなと思います。はい。で、あとメインカメラ、と、フロントカメラと。で、バッテリー容量、ありますと。防水防塵も対応してまして、生体認証対応してますと。で、ボルテ対応ですね。楽天、ドコモ、au、ソフトバンク、SIM フリー端末なんでね、すべて対応してます。Wi-Fi は、Wi-Fi 6は対応してないですね。AC までですね。そして、テザリングは10台まで。で、ナノ SIM と eSIM に対応ということですね。はい。ちょっと、長くなっちゃいますけど、全部読みましたけど、まあ、コースセンス3、かなり、アコースセンス3じゃない。アコースセンス4ライトね。3じゃなくて4。新しく出たやつの。で、しかも、楽天専用端末ね。1000倍のやつ。これはなかなか面白いんじゃないかなと思います。SIM フリー端末であるってことと、eSIM 対応ってことで、要は、まあ、楽天で使うもよし、楽天じゃないところで使うもよしで。で、これから使うもよしね。今すぐもそうだけど、これからにもいろいろ対応してる。で、まあ、結構、まあ、お値段も3万ちょっとだし、ミドルスペックスマホの中では、全部入りだしね、全部入りで、対衝撃もついてて、で、スナップドラゴン 720G だから、まあ、ある程度サクサク動くのはもう目に見えてわかってるから、これこそ、あれだね、初心者の方にとか、シニアの方にとか、そういうスマホあんまりよくわかんない人とかが、まあ、初めて買うには、一番いい機種かもしれないですね。まあお値段3万ちょっとですけどね。もっと安い機種とかもありますけど、まあこれいいかなというふうに思いました。はい。あと、アコースセンス4プラスは、まあ 6.7 インチ大きくなってるね、画面ね。そうですね。あとはスナドラ 720G は一緒。カメラがちょっと4800万画素とかちょっといいカメラ入ってますね。4眼カメラになってますね。はい。で、これは11月下旬と。そして、まあ、ここはちょっと今見ませんけど、OPPO A73 ですけど、これもね、まあ、要は、OPPO といえば OPPO Reno A だけど、まあ、OPPO Reno A、そして OPPO Reno 3A もね、今出てるんだけど、人気もありますよね。まあ、僕も2つとも持ってますけど、その OPPO 製品が今度 OPPO A73 っていうやつ出てきて、これはどうかな、どうなんだろうね。あんまりそうだな。今までのとそんな変わんないけど、まあやっぱりデュアルSIM対応で eSIM 対応っていうところですね。そこがやっぱ、いいかなと。で、あと、軽さ、重さ 162g でちょっと軽いかもしれないね。はい。製品ページちょっとだけ見てみましょうか。これはブラックと何色？わかんない。何色かな？これなんていう色なんでしょうか。うん。うん。4眼カメラですね。で、あとはそうだな。まあセンターの真ん中にインカメがあるタイプですね。スペックしか出てないな。うん。有機 EL ディスプレイになってます。RAM 4ギガ、ストレージ 64GB ですね。あんまりこう目新しいとこはないかもしれないけど、まあ、OPPO 製品だからね、間違いなく使える端末になってるかなというふうに思います。で、これが12月1日発売と。はい。ということで、お送りしてまいりました。ちょっと長々とね、読んでね、ちょっと長ったらしい感じであれですけど、概要欄にリンク貼っておきますので、興味ありましたら、見てみてください。まあ、楽天モバイルのところからでもいけるし、この企業情報からこのお知らせのところね、すぐ出ますんで、よかったら興味ありましたら見てみてください。で、あと、そのアコースセンス4ライトとかってこうやって、まあ、検索して、これ、アコースセンス4の、まあ、他社さんっていうかね、他の端末とかもあるから、まあ、それとその楽天モバイル1000倍のものの、まあ、サイとかね、そういうのを見たりするのも面白いかもしれません。まあ、OPPO の端末もね、面白そうだしね。まあ楽天の、うん、今後ちょっと楽しみですね。うん。という感じでお送りしてまいりました。はい。今回の動画は以上です。この動画参考になりましたらよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい。また、今日はちょっと、Apple のさっき動画撮ったばっかで、そのまますぐね、楽天の動画撮りましたけど、まだ僕ね、楽天モバイルでね、
他にも話したいことがありますので、まあ、今日時間ありましたらまた、動画出せればなと思います。はい、ではということで、けけんでした。ではまた。